フォーシムライト、フォーシムレフトを使って実践していこうと思います。この状況は、あちらのディフェンダーにボールをもらった時に、右に行かせたい。だから、フォーシムライト、フォーシムライトを使って、彼を右に追い込んでいきます。日本語の場合だと、左を切れ。左切れ、左切れ、ゴーゴーゴー、左切れ。で、フォーシムライト、フォーシムライト、ゴー、フォーシムライト。このように、あなたのチームメイトにコーチングをすると、彼はゴールドのディフェンダーを右に行かせようということで、左をカットしてくれてます。サッカーを真剣にやってるレベルの人たちなら、もう当たり前のことだと思うんですけど、右切れ、左切れで、相手をしっかりライン際に追い込む。で、悪い例やります。もし、左も右も切れないで、中途半端なディフェンスになると、このような状況になります。パスしてます。パス。パス。パス。これがずっと続くと、もう自分のチームメイトは疲れ切って、体力も消費するし、チームとしても右と左に振られて、チャンスも作ることができないので、これは悪い例と言えます。もし10番の彼が例えば英語のわからない日本人選手、自分が外国人選手、例えばオーストラリア人選手だったとします。で、オーストラリア人選手が彼にフォーシムライト、フォーシムライトって言って、彼は英語がわからないけどライトだけはわかるから、逆に右からだけ言ってしまうと、実際にチームがやりたいこと、自分がやってほしいことと真逆なことをすることになるので、それはチームにとってすごいマイナスになるので、そこは気をつけないといけません。実際にそれをやってみましょう。よーい、ゴー。フォーシムライト、フォーシムライト、ゴー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 。これだと簡単に突破されてしまいますよね。このような状況を防ぐためにも、確実に理解をしておかなければいけないサッカー英語の代表的なものになるので、皆さんもぜひ覚えてください。